はい、こんにちは、横浜純正一筋進藤くんです。今日の動画はライブの切り抜きを編集したものになりますが、今日の主役の二人見たら絶対欲しくなってしまいます。特に投手の方はストレート160キロ、あとツーシーム155キロ、特殊能力は最近強化された伸び、そしてタイピンチまで持ってるめちゃくちゃ激強投手です。野手はね、オースティンなんですけれども、最後ね、めちゃくちゃやばいホームラン打ちますので、ぜひ見ていってください。それでは早速コンビニへバモス。刮目せよ相手メルセデス。さあ、3割3分5厘の方がお相手でございます。まあまあ現時点でね、プラチナランク3人いるってことは、まあまあ全然試しがいがある人だと思います。ギリギリです、完璧で。はい、じゃあ極みベスターズ魂が出てますと、で伸びが出た後、これはもうまっすぐでゴリ押していきたいね。なんせうちのロメロは覚醒ロメロなんで160キロ出ますと。はいはい、ここ見てくると、ここ見てくる人がここのツーシーム手出るかいなと。はい、ナイスピッチ。まだまっすぐいいな。はい、ナイスピッチ。で、一個ネックなのが、このロメロさんね、コントロールが悪いんよね。魂の投球つけてね、まあ、59から61までコントロール上げたんだけど、はい、ナイスピッチ。いく！さあ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 、そしてロメロの一番の強みといえば、このチェンジアップ。ここですね。これがショートゴロ、サードゴロになっちゃう。えぐっ！ほら。いいよ。ふれ。ああ。ここのコントロールなんだよね。打ってみ！はい、ナイスピッチ。いいよ。僕は巨人の岡本和真。あ！あぶねえ！ほい。はい、ナイスピッチ。バッターのカーソル遅いやつ治りましたか？俺はね、慣れたのか、治ったのか、慣れちゃったのかわからん。でももう打てるようになってきたよ。ビシッと。はーい、ナイスピッチ。いや、ロメロこれ多分ね、相当球速く見えてると思うんだよな。さあ、それでいくんです、1番 DH。高め！うわー、リアタイ打つとき、どのあたりを見てますか？これストライクゾーンだね、基本的に。ストライクゾーンとフェードかな。さあ、2番監督。刮目せよ、刮目せよ。あれー完璧だ。さあ、つっつ。巨人ではなく、横浜に帰ってこいよ。はいはいはい。あれー、はい、オッケー。はーい、その球はイージーだぜ。進歩。まあ、ロメロさん、復帰戦、初勝利ですね。こう見ると、先発本当に強くなってね。そう。そうなんよ。ロメロ、伊能さんが、もう二強時代があったんよ。まあ、ロメロ、伊能、平、この三枚軸だったのが、まあ、東さんが出てきて、で、バウは今永が出てきて、で、誰外すってなったらロメロ外す人が結構多かったと思うよね。でも、ここの強化によって、このロメロがね、この伸びとか、その球速いのが強い環境になってきて、今は平とかより、俺はロメロの方が強いと思うんだよな。いいしかないわ。筒香さんの件でマジで朝起きるの怖い。間違いない。さあ、行きます、1番 DH。高め！ありがとう！いやー、行ってもよかったけど。刮目せよ！これが日本の4番だ。オースティンこね。スモールベースボールは、ビッグベースボールに勝てないというところを見せてやんよ。カモン。あかん！あらき。これがオースティンのパワーです。オースティン2022から軽症化ですか？いやー、俺はもし当たってもしない。いや、でもなー、俺するかも。別に、現状のオースティンが、俺のベストオーダー入ってないから、別に軽症してもいいかな。さあ、来ました、1番 DH。高め！え、高塗りのホームランか、高塗りヒットと違うみたい。
ホームランに決まってるだろ。よし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 。うん、まあオースティンか。4400だけはないで。進藤くんのプロスピデータ消えたら新しいデータで始めますか。いや、どうだろう。ショックで始めれんかもしれん。ストレート。スライダーかカットかシュート。ホレ。ホレミ。もう人間の思考を変えるなんて、そんなもんさ。パターン化されているのだ。AI 振動。さあ、行きます。1番で U1。高取り！ここはちょっとミートでいかしてくれ。そう、もう高取り来れないよ。一生打てる、高取り、マジで。ミート打ちしたら一生打てるよ、この人。刮目せよ。うわぁ、タムさん、えぐい。オースティン。小園初登板、残念でした。ね。小園くんな、難しいですね。なかなかね。おー、オースティンナイス。夏以降に使える戦力を見極める時期ではある。今はね。あ、クソヒットごめんなさい。え？どういう走塁？今のガチ積極走塁じゃん。これがオースティンなんよ。積極走塁。さあ、来ました。今日の主役、ロメロ投手。その男ばー。ギリギリです。完璧だ。さあ、それでいきます。1番 DH 高手。うん、ナイス。今のは見えた。さあ、アーチ広角。お相手の打率は忘れたんだけど、とりあえず伸びが出てると。これはもうまっすぐ合流をしろめろできる。ティアンディ。今の160キロ伸びついてるピッチャーはそこそこの重さでも打てないと思うんだ。取れよ。よし。さあ、広角ギータ。これ伸びが出てませんと。こういう時は変化球をうまく使っていきたい。取ってよ。ああ、タクロー。タクロはもうダイソン持ってるからね。ファイヤー。そう、コントロールが悪いんですよね。こうやって甘く入っちゃうから。そこが一番怖い。はい、ナイスピッチ。で、ここギリギリのところのフォーシーム、これを振らしたい。そこ振らないか。ストライクからボールのツーシーム。甘い。甘いよね。それは打たれるよね。そう、エスコバはそこのボール1個のね、コントロールができるから強いんだけど、ロメちゃんはちょっと入っちゃう。そこが怖いよね。サードゴロ。悪くないよ。広角出てるね。迷うな。軽くボール。そこ。はい、振った。取れよ。ダイソン持ってます。まあ、オースティンで決めましょうかね。ごめん、ちょっとコメント飛ばしていいですか。ヒカキン仙骨入れてます。笑った。どういう意味やねん。はいはいはい。ストレート狙いのちっちゃい方を勝ち込む。でかい方は無視。これが追い込まれるまでの打ち方の一つ。こういうの持ってくる。うわぁ、こっから反応よ。目ん玉仙骨いてます。抜ける。マイナス。さあ、ロメロ完封しようか。なんで横浜だけでこんなにリアタイ性能弱いんやろ、投手。いや、横浜投手強いって。大丈夫、強いから。おい。さあ、伸びが出ております。はははは、球速え。いや、相当速いんだと思うよ、打者目線からすると。160キロプラス伸びだからな。ほら、振っちゃうな、これな。わかる。俺もたまに振っちゃう。ほら。よく我慢した。ボールからストライクに入ると思い、つうめえじゃねえか。高則の打率高すぎ。でしょ？高則
ルシャインえぐいんって。さあ、負けれんぞ、これは。そうか、あのツーシームを完璧に捉えるか。うまいですな。うり、甘い！危ない危ない。そして、ここの、甘くいくなよ。そこ、完璧だ。そこのコントロールさえできてロメロは最強よ。バウは今永でやっとマシになってきたけども、他球団と比べるとまだまだ戦力差ある。そうかな。俺逆に、その12球団の人たちが使わないぐらいの強いピッチャーが多いところが強いと思ってるよ。だからロッテとか中日とかさ、その辺のピッチャー陣が一番嫌だもん。やめろ、うわっ、おー、ミスったー、ミスったー、マジで。ボールからボールじゃん。いや、これはロメロ使ってみた回にはちょうどいいはずなんだよ。やっぱ点数ありすぎてもね、締まらないだろう。こういう接戦で投げ切れるか。ここでロメロの進化が問われる。そうだろう。ボールからボールじゃないよ。ここもう手出しにくいはず。見せてるからね、ツーシームを。おい、それを入れてほしいんだわ。で、やんでい。よし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 、偉いぞ。タイピン筒子。タイピン筒子。てい。ラッキー。ははい。シホー、結論、ロメロは強い。オースティン行くか。プロスピー以外のゲームしてません。一筋、まあ一筋って言ったらかっこいいけど、もうね、編集とかしてるとそんな時間がないんですね。ミートじゃないな、強振か。さすがに強振見たよな、オースティンのな。あ、ほら、超えて。パワーヒーやな、今の。高弾道になってそう。さすがにやめてくれ。パワーヒーチャンス。いや、めっちゃ強くない？能力。見てん。これに効果発動したらもう、パワーカンストやん。カットか。エッチいね、そこにカット投げ込むのは。いや、ボールだろ。刮目せよ。えぐーい。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。仕事や育児の都合上ですね、ライブ配信なかなか決まった時間にできないので、ぜひね、チャンネル登録していただいた後に、通知ボタンも押していってもらえると通知いきますのでね、そこのとこぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次のライブも遊びに来てくださいね。それでは！